麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。実況の小笠原直です。本日は第13期女流化 A リーグ第4節エタクの戦いをお届けしてまいります。本日の解説は A1 リーグ所属広柴田が務めます。柴田プロ、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。お願いします。それでは早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずは1回戦ちいちゃからです。はい、ちいちゃに座ったのは石田あさみプロ3段、現在12位でポイントがマイナス 16.0 ポイント。そしてなんちゃです。中野太鼓プロ3段、何段ですね、現在10位、ポイントがプラス 12.9 ポイント。そしてシャーチャー泉ゆき子プロ4段、現在11位でポイントはプラス 10.9 ポイント。最後はペーチャです。清水香織プロ5段、現在首位1位です。プラス 151.0 ポイント。本日は以上4名での対局となります。ここで成績をご覧ください。第3節全卓を終えての成績です。黄色く光っているのが本日の対局者、1位、10位、11位、12位での対局となりますが、うん、柴田プロ、はい、本日の見どころを教えてください。そうですね。はい、まあ、上り調子の清水さん、まあ、周囲と、はい、あと泉さんが前節プラス重ねて、うん、まあ、この2人がね、麻雀内容もよく、はい、なんか打牌のリズムもよく打ててる感じがするので、対して中野さん石田さんはどうね、その崩していくかですよね、はい、相手好調者をね、僕だったらこうするとかあるんですけど、はい、どこれを喋ったら ね終わんなくなっちゃうんで、はい、じゃあ対局しながらまたそこら辺も教えてください、はいはい、ありがとうございます。それでは対局と参りましょう。第13期女流化 A リーグ第4節卓1回戦投牌のお返しです。はい、本日の立ち合い人今野慎太郎が使います。よろしくお願いします。で1回戦開始されました。改めましてちいちゃから石田、なんちゃに中野、しゃちゃに泉、ペイちゃに清水の並びです。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。ドラが9ピン、同一局は石田の親番。石田は現在12位のマイナス 16.0 ポイント。この A リーグは6節を終えて上位8名がプレーオフに進出なんですが、ポイントは持ち越しというシステムなんですよね、うん、そして下位4名が B リーグへ降級となってしまいます。米が暗黒となった中のドラは1枚、泉2面つ完成しておりました。清水もこれで1面つ完成。石田もドラが1枚ある親番中、中野も1面つ、ここはペンチョン払っていきましたね。はい、ドラが9ピンなので2ピン1ピンの選択。そうですね、はい、清水も手が進みます。うん、まあ、清水さん良さそうですけどね、はい、まあ、親の中の、あ、親じゃないか、子供の中野さんの手は伸び方にしては面白くなりそう。なんちゃの中野ですね。これは残して流派切り、流派合わせる形。米が4枚になりましたが缶は入れませんね、うん、どうなったら面白くなりますか。統一手でまとまった時、はいはい、または総図が伸びて、はい、うん、本一とかですか。本一ですかね。どのがね、缶パーピンだからね、払うきっかけはどっかでありそうじゃない、はい、総図が伸びて、はい、確かにこちらの手、うん、そのタイミングかな、まあ、統一手かとか、うん、3個とかもね、あ、いいですね。さあ7万が来て、ニャンカンに構えるか単4にらむかですね。ミージャン店の清水です、うん、ここはニャンカン家にします。そうですね、単4は確定してないので、はい、ニャンカンでピンクの単4が確定していれば、うん、イソイソがあったということですか。ニャン目にした今ね、ペイカンする人、ね、はい、数万持ってきた時に中野寝てですね、うん、この次、うん、じゃん、手役よりはメンツを作るってことかな。確かに缶ありましたね、うん、缶もあるしペイ切りもあったんですよね、はい、チートイツとかもあってね、まあ、数万つも切りもある、うん、数万つも切りもあるんですけどね、うん、まあ、このペイはあの切る予定のペイかもしれないですね、はい、だから相手受けもコールでペイ、攻めの人はねペイね多分速感なんですよね、うんうんうん、僕あんまりできないんですけど、攻めの人ってなんか見たことないですか。ここで感をなんとか
なんとか原さんとか前原さんなんとか原さんとかなんか取りなんかちょっと上がれそうにない八百中杯即完するじゃないですか久里さんとか、うんうん、あれなかなか本当できん、ね、この一発裏ドラがなくても、うん、守備考えてる人って、はいはいはいね、上がりが見えない時になかなかできないから手配短くなっちゃいますからね、うん、もう一個すごいね、うん、こうなると4万もったいないよね、ま、かんすごい確かに数万がうわあすごい絶品でしょ、うん、イーシャンテンだからキューピンポンはちょっとねできないですもんねうーんキューピンポン、まあ、なあこれで天杯はい6キューピンの天杯ピンユの天杯が清水高めがドラですあでも4万ここだからそんなに悪くないですね、はい、4万先で悪くなんだかサクロマンがんさあどうでしょうか1回戦清水の上がりとなりましたピンフ闇点で出上がり泉から上がります1000点、うんまあ、リーチの手はないでしょうね、はい、現在首位ですし、はい、あ順位的にもってことですか、うん、ないですね高めドラに期待してねリーチ、はい、ピンフのリーチ打つほどじゃ追いかける立場だとリーチ打ってドラ高め積もって1326みたいなのがそうですねでも中野さんの押し返し怖いじゃないですか1対1になっちゃってね、はいはい、もし例えば今、ね、泉さんが報じられたけど泉さんに降りられちゃった時に、うん、1対1になっちゃって、うん、そう相当厳しくなっちゃうんで、はい、やっぱ闇点ですよね、はい、さあとにかくとなりました中野の親番ドラリャンマンですなんかすごいねでもなんかうまくバランスよくピンズとマンズがバランスよく来ちゃったので、はい、寄せることはできづらい、うん、ダブトンドラ1とかですかねはいダブトンが統一です石田急走がアンコこちらの手ですね3万も縦に重なりますドラリャンマンさあ泉想像伸ばすかチュン切りションパイのチュン落ち出していくなかなのが一番整ってますかね、うん、トーンこのトーンですよね泉さんがトーンを話すタイミング、うんもういつでも泣きそうですかねトーンですかはいダブトンですけど、うん、泣くんじゃないかな、うん、手が立ちこの E ピンとナンがね、はい、打たれてからトーン、はいね、確かにナンも一枚切れとなってしまいましたトーン送ったらなくなっちゃうあここは払わないトーン、うん、手が立ち的に慎重に構えましたね完了秒引き入れる石田ですなんかションパイチューンを打った、はい、テンションだとトーンもすぐ打つかなと思ったんですけど、はい、ちょっと、ね、様子見にしました、ね、手がの30内で決めたのかもしれないですね、はい、手が伸びるか伸びないかでちょっとチューン切る時も間がありましたもんね、うん、これはまあチートイーシャンテンですメンツでイーシャンテンにするでしょうはいメンツでのイーシャンテンに構えています親番中のこれで E ピンとナンが1枚ずつ切れちゃいましたねどうしましょうか、ね、次 E ピンとナン出た時どうしますもう泣かないとね、うん、まあマンズくっつけて統一落としっていうのもあるんですけどね、はいはいはい、どうするのかなちょっと見てみたいですねそこら辺も、うん、E ピンがここにあるので下からは出なさそうです、うん、ナンは山に1枚ここで出ましたねポンかこれでシャンポンかテンパイ E ピンとナンのシャンポン待ちは中野、うん、ダブトンドライチうん、危ない方が行きましたね、はい、なんぞいいぞ、うん、さあ清水もいいシャンテンどうだナンが1枚残っています、うん清水も入るかこのイーシャンテンそう、うん、難しいねパーソンも現物イーソン親に対しては、はいうん、親の捨て牌がもしこれがポンテンだったらどう見えますか分かんないな何に見えるドラマタギには見えないし3万が最終手出しですよね例えばイースーマンだったらもっと3万早くなくなってるんじゃないの、はい、とか想像の下通っちゃったかね両面イースーピンとかどんのか、ね、どうだピンズの下は怖いねこれで16分出上がりが7700ですね、うん、変な街に見えますねあー愚形っぽく見えるんですかうん例えばペン3ピンとか二二差とかあんまないですかマンズで二二差ずっと構えてて、うん、そうするとじゃあ2万とシャンポンになりますよね、はいはいはい
このちょっと捨て牌をね見ての話なんですけど、はい、うん、確かにそうですね、2万とシャンポンに構えたっていう風にも見れるし、うん、私はちょっと打ちたくないなって、やっぱダブトンの勘だから結局は、あ、まあね、それは後の話なんで、テンパイした時にさ、はい、ダブトンドライチはもったいないから、はい、シャンポンにしたとかね考えられる。捨て牌がちょっと派手すぎたんで、例えばこの3品とか結構本線に当たるんですよね。最初はどうするか、ここはペー、中野が現在テンパイです。ギャンメンだったらっていう牌はすごいよ、ほとんど通ったよ。うまいく馬はね、僕はその 2234 の2234のリャンマンとかは嫌だったな、はい、まあ純粋に、うん、なんか行かないですね、テンパイは取りません、ね、まあ普通に考えて打ちづらいんですけどね、はい、なんか両面しか1個しか残ってない時ってあるじゃないですか、はい、この人この両面しか残ってないよって、僕ねそれで両面だったケースってあんま見たことないんですよ、ね、へ、結構一筋に絞られちゃうと切りづらいって、うん、あ、清水の上がりとなりましたね。そうでしたね、はい、2000点ですか、清水が上がって、ね、さあトン三局泉の親番となりました。でも打っちゃったんだね、うん、難しいね。ドラが3万、うん、親に対応か、はい、石田さんは親に対応、対応して清水さんの3品にどう反応するかもあったんだけどね、はい、まあ応援だけ打たない方法を選んだってことかな、まあ、強くは見えますよね、その清水の、僕は3品はすごく強く見えるんですけど、はい、うん、でも自分の手の都合とで合わせたんじゃない、親に打ちたくないっていうのと自分の手の都合で、はい、嘘でしたか今のは。さあドラが1枚中野、ここは馬、ね、パマがあんこになった泉です。ドラドラ清水チューンも統一になりました。ここにチューンがありますね、まだ出ていかないか、石田も染めてまで見ている感じですか ね、白は石田が統一です。うん、うん、縦に来ますね、4統一、そうですか、様子を見ます。両ピンが4枚、ここは緩和しないですね、うん、こうすると多分相当出ないですかね、はい、チューンは。で中野さんもピン付けの両親点と、はい、親番が泉、2連続清水の上がりとなってトン三局中、清水がドラドラ、またもや上がることができるか、中野は第一節にプラス80ほどですかねしたんですけど、2節3節とマイナスを重ねています、うん、そうですね、だからここ、うん、1ポイントでもプラスにしたい節ですか、はい、気合は入ってるでしょうね、いつも以上に大きくなくていいと思うんですけどね、うん、今日で結構上を見るか下を見るかみたいな戦いになってくるんですね、かね、今日のポイント次第で。あ、この注意10、11、12はそうですね、はい、特にそうかもしれないです ね、うん、マイナスしちゃえば下を見ざるを得なくなってしまうし、はい、そうですね。さあ感想引き入れて、ここは三層なのか、一平子を見るか、はい、刺し子よりは二刺しです、そうですよね、一平子の手がりと二刺しを見る、はい、いいシャンテンとなっています。中野手が進みません。清水ピンズの本一、石田どうだ、入りませんね、トンは先ほど切っています。石田もピンズを引ければ、3アンコにはないか、でも単位アメイシャンテンですかね、カンさん、マサブローマン、清水さん後付けで来るんじゃないかな、おお、もう
現在1万…ヤウマンチーはしないと思うんですけどね、はい、1万とかポンでくるような気がします。で、肩上がりですね、うん、9万入りません。イーシャンテン、現在3社がイーシャンテンです。決めましたね、はい、ここは数万を切っていきます。ドラを固定しました。清水ひるさん、イーシャンテンですか。ちょっと厳しいかな。さあ4社がイーシャンテン、ちょっとみんなピンズに反応ですか。でもテンパイですね、カンリャンマン。はい、カンリャンマンのテンパイ、清水、イーペイ、コードラドラ。これはどうなるかな、どういった結果もか、終盤間違いないのか、カンリャンマン。リャンマンは中野が1枚、泉も1枚、ないですね。うん、これ中打ちはないかな。石田さんだったらイーピンか、イーピンになるか。うん、なんか上がれる感じしないですもんね。結局3ピンネックだから受けを構えて1回 E ピンですかね。 E ピンは通ってますもんね。数ピンはちょっと強すぎ。ああ、ただここはチューン強くいきました。ノーテンですよね。そうです。あ、チューン泣かないんだ、ま、なるほど。2万がよいいと見えてる。うん、動くよりは、はい、そっか、テンパイからテンパイは取らない。白泣けた、白ポンしてテンパイですね、はい、ペン3ピン、E ピン打たないんだ。あ、E ピンは脳天か、うんうんうん、ペン3ピン、リャンピン4枚、これを見越してた。あれ、テンパ入らない。スーピンはどうなの、いけないか。いけないですね。あ、ただこのリャンマンで清水の上がりとなりました。イーペイコードラドラ5200、清水が3連続の上がりです。ちょっと清水が本当に潜んで上がる上がるみたいなのが続いてますかね。でも2万はねやっぱ危ないからね。そうですね、うん、だから別に泉さんというよりはいろんな要因がありましたね、うん、今だ、はい、石田さんがチューンを打って、はい、中野さんが、うん、ね、それをどう受けるかで、うん、チューン打ちが微妙になって、うん、そして泉さんが受けて2万っていう、はい、なんかね、はい、なんかまあ清水さんは増えたっていう、はい、清水は3万8200点になり親番を迎えます。トン4局ドラ3層、石田がドラドラの手、ね、石田ならいいピン切るかなというのもありました。3ピン、まあね、うまくいっ、はい、うまくいったっていうのかな。テンパイは通りました。なんか様子見ると思ったんですけどね、うん、受けも込みでなんか上がれる感触はそんななさそうだったので、はい、上がれるって見えたのかな。すまん、頑固に。清水は現在 A リーグの首位、151ポイント、第27期王位、第2期プロクイーン、第5期女流王家と数々のタイトルを獲得しております。これはどういった選択を見せるんでしょうか。三層座なんで ね、 そうですね、そうですよね。普段ならいい層、あれがドラじゃなかったらいい層三層になるそうですけどね。いや、そう、つもぎり。僕、清水さんの、はい、そんなに背景とか知らないんですけど、はい、今年すごい気合い入ってますか、うーん、ように見えるんですよね今年。確かに、あのなんか攻撃だけではなく守備も光る、ね、うん、特にね、なんか、そうですね、なんか去年とかをね、なんか前の年はそんなに気が抜けたっていう、知らないですよ、はい、そう、聞いたことないんですけど、はいはいはい、今年はなんか気の入り方がちょっとかなりいい感じが見てて思いますけどね。僕、安定してますよね。安定はもちろんしてるんですけどね。清水の切り番でしょうか。石田さんじゃない、あれ、あ、石田の切り番ですね。石田さん切り番ですね、はい、これはだから、うん、123を遠くに見るか、まあ、三蔵を統一生かしたいんでね、乱蔵拒否、単野を見るのか。急ぎりとしました。123をここで見切ります。泉がいいシャンテン、清水もいいシャンテンです。
さピンズが伸びていいシャンテン、ここは先にトンを切っていきました。そうですね、嘘目いっぱい持つんですね。はい、3層が引いてくればまたそこで選択を入れたいということですか。もしくは急そぎ入りまで睨んでるかもしれないですからね。ほう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 、打点派ですね。嘘ですか。ここでドラを固定させました。石田天敗は中のリャンウパピの闇天です。強いですか、さすがにこれは。リャンウパピン強そうですが、パーピンが泉が2枚使い天敗かな。ウーパーソー、はい、ウーパーソー天敗リーチ清水です。リーチドラ親リーが入りました。リャンウパピン、リャンピンが現物となっています。中野のドランコ、おお、石田も勝負したいところ。中野パーマン、これは目立つ。いや、パーマンぐらい行きたいですか。6万早いんで。どうだ石田、追いつけるか。ウーマン、ムスジ、この方が目立ちますね、5万の方。はい、行きたい。ウーマン行きました。シビハの石田がウーマンを切ってくる。さあ中野つも上がりとなりました、うん、ピンフツも400、700、清水の親をここで落とします。ママをしっかり勝負してリャンパピのつも上がり。さあこれで1回戦難入となりました。石田の親番、ドラがパーピンです。石田は11期から A リーグで活躍しております。12期には決定戦に出場、その時の成績は2位でした。ここ石田さんなんとかしたいですね。はい、今7600点、何、がドイツ、メンツはありませんが、橋杯のイーソーから切り出していきます。ドイツが4組、中野、ドラ1枚、泉、ガマはつもぎりとします。何、動きましょうか。じゃあ親番中動きましょうか。ちょっとトップ目が、今清水さんじゃないですか、一回清水さんがどう受けてくるかどうか試してみるみたいに、ペーチャなんで清水さんが、自分の神ちゃんに触ってますもんね、白髪チュン、ここはチュン、嘘が高くなる可能性もちょっと見せ、チラ見、チラ見せ、チラ見せしながらやると相手が攻めづらくなるじゃない。例えば自敗を後にするとかね、はあはあ、じゃあ急走とか切っといて、そう打って、こうすると自敗は出やすく、難は出やすくなるんだけど、はい、対応してくれない時にちょっときついかな。清水さんにプレッシャーかけるんだったらね、はい、でもまあ清水がドラを持ってなければドラドラかなとかは思ってもらえますかね。持ってなかったら、はい、親がってこと？あ、と清水がドラを持ってなかったら石田が仕掛けた時に清水は、ああそうは見えないかもしれない、親だからっていう理由が出ちゃうから、はいはい、ああ確かに、うん、ただ清水さんが攻めてきた場合のみ高く見えちゃうじゃない、清水さんの手は。あ、ちょっとありそうだなって、はい、親の手はさ分かんないから X で、うん、さあドラ受けができた泉です。清水さんを引かせることができれば、今日一日今現状トップだからやっぱり調子もいいわけだから、はい、なんか、はい、今日の勝ちにつながるような気がするんですけどね。清水さんを例えば下ろせるだけでだいぶ違うと思う。柴田さんでしたらそういうことを考えてるってことですね。僕はそんなことしか考えてないですよ大体。いや並び清水さん紙だから、はい、ちょっと一回動いてみようって、うん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 、早い段階、早い段階で動いた方がいいじゃない、はい、あの仕掛けを、もう負けズブズブいってから動いても遅いから、うん、1回戦の早い段階で、さあイビコできて、これでミッション点、まあパーピンドラか関数数払うか、はい、嘘から9万っていうのもありますけどね。あ、9万、9万ゆっくり構える単野に、動かせる、ハイが動かせる、はい、中野さんチートイ、ウーソワンコから打ったんでチートイ、受け込みのチートイですね。6、7、8が見えて、ここはカンちゃんを払っていく、決めてきましたね、はい、もう順目です。順目が遅いんでってことですか。つもぎり、チーマンではなかったですね。チーマンでも良さそうでしたけどね、天敗最優先のね、はい、打点にこだわりますか。ドラ、あ、ドラパーピンですね。9引いてもね、ローピン、
6でこれがあるからここで結局7万と形を良くしたいのかペンチースを払うきっかけが欲しかったんですね多分ね3色よりは、はい、そんなことないか、はいはい、そんなことあるよねマンズが伸びたらパーソー9万引いてもパーソー9層は切らないもんね、うん、ここでパーソー9層ですかじゃあキューピンは手広いよねキューピンっぽい違う、うん、キューピン、うん、普通の人は大体キューピンになるのかなキューピン払っていくいいシャンテンの石だ、うん、テンパイはいきそうですけどねあとは清水さんのリャンカンウーピン、はい、チーピンが埋まるか埋まんないか中野はチートイツまあ、ペンチーソーのリーノミかけることは多分できないような気がするんでウーピンガットでしたね手が進みません現在終盤そうですね進まないでしょうはい入りませんイズミは前進してイーシャンテン6チッパのイーシャンテンとなっていますトーラを切ってのテンパイ清水6球走待ちこれを打たせちゃったのがもしかしたら悪い結果になるね。これテンパイまあさすがに打たないか今さら足止めてもねうんリーチチーソー1枚切れここは闇天3ピン切りとしました天敗は取ります打たせてから止めてもしょうがないんで例えばあとは自分の現物利用されちゃうとよくない、はい、例えばまあマッチは老朽前だったんで、はい、現物関係ないんですけどね数ピンとかウーピンが清水さんのマッチだった時に、うん、石田さん不利になっちゃうからやっぱり闇天ですよね、はい、足止めるにはちょっと遅いじゃない、はい、で現物利用されると良くないからって、はい、ここは闇天に構えています、うん、5万も通ってるんで5万がいいよそうですね5万切り、うん、ネズミ入りませんでしたあとは中野さんに泣かれるのが嫌だったのかもしれないですね8万も8万切る手もあるけど念のため5万ってことにしたんでしょう、はい、この先輩継続できました、うん、相手が中野これで流局石田そして清水の2人転敗で流局です親の連チャンには成功、うん、さあ何一局一本はそうですね、うん、どうかどうか29100点持ち石田のレンちゃんドラが3万です さあハイパイはどうでしょうかソースで一面完成しています2分組だけどどっから引きますか1万かチュンどっちかですかね3色とか見たらチュンドラ引きもあるからチュンここは3色も見てということですね、うん、さあこれはどちらかに寄せるんでしょうかトンとしましたこれは清水さんはいかない泉さんは一泣きできそうな気がしますけどね流派の一泣き清水も白が統一です清水さんは動かないと思いますほう1枚は泣きますか、うん、3色見るかあれでも白がもちもちなんだね中野ともちもちですねということは厳しいとはい酸素が縦に重なった中野はペンちゃんもらい想像を払っていきましたさんまも縦にドラドラとなった中野白がもちもちペンも重なるペイちゃんの清水ペイはありますね山に残っていますつもぎですかチートにもうチートを見てるのかもしれないな石田ですかうん何3万ドラかはい関連もあ動かずだ泉さん中津うーん1枚目はスルー展望ですかね
泣いても手形的には良かったですよね。うん、展望が嫌だったんじゃないですか。単品以降とかそういうのを見たんじゃないですか。はい、21,900点、まあ、すごい何も重ねました。清水です。なは中野の手に1枚、手が進めば何は出てきそう。青ってことですか。青ありですよね。ありですね、うん、あり。青かパーピン。先に2面固定じゃあのか。お、本一3万一気にいきましたね。3万ね。アドラー3万泣いた中野です。白の後付け。あ、これだとどうなるどうなる。清水さんすごいですね。3万はね、別に役配使ってね、はい、3万あればそこね確か羽マンにならないからね、はい、多分なるのかな。羽マンになるんだったらいいんだけど、5-2ぐらいだったら別に3万残してもいいような気合入ってます。うん、言いそうですか。もうドラポンを受けていますね。でも石田さんペン3万ね薄くなっちゃったからロープ、はい、発信しましたね。もう清水がローピンのポンから発信していきました。すごい、ね、これ何いけるんですか。ああペンサーマンすごいね。あれです、強引なドリブルってやつですね、はい、ぶつかり合いがね。すごいですかすごいですよね。ものすごいドリブルが来ましたなお切るんでしょうか。ここはローソーです。なん清水さんポンか泉さんが一番形良さそうですね。泉がイーション点。これは、まあ、イーション点。ああでもリャンドちょっとだけ中野さんに打ちづらいのかな。ピンズ。あでもあーローピンポンされてる。ローソーです。ローソー現物現物でいくと。あちょっと形は悪くなるか。うん、これはもう一回数層切っちゃいますか。じゃあローソー2枚切れ。数層通ってるんで、はい、すまん。でもこのローピンポン3万ポンってこうなんかチュンチャンパイがちょっと出すぎてるんで、はい、中野さんなんかメンツで決まんな、ちょっとおかしいですよね。数層3枚倍に出てるじゃないですか。はい出てます。でローピンポンじゃないですか。3万ポンじゃないですか、はい、捨て牌が、はい、あのメンツでちょっとまとまりにくい局面ちょっと出来上がりつつありますよね中野さんのね。だからとなるとこれが決まるとしたら自敗を使った手になる、はい、でじゃないですか多分ね。あまたこう統一が暗号がいっぱいある手、はい、統一系、うん、だからここはペ多分体感もちもちいるなっていう感じは絶対あるんですね。清水さんからってことですか。清水さんから見て、清水さん、はい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 、あこれ誰かもちもちだなって多分、うん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 、なんは切れないですよ ね、 なんよね、うん、さあここで泉は撤退引かされました。ペッペーと切った清水普通はギリギリいけるかいけないかぐらいですか。中野には流派を取っています。中野さんまだいいシャンテンなもんね、はい、まあ何が勝負牌だから、うん、ピンズも打つしかないみたいな感じですか。これで泉が流派を切ってきました。さこの9ピン余ってるのがどう見えるか。ペーペー9ピンだからね回ったのかどうかだけど。ザマの勘ドラの勘です。ただ手は進まない。これはでも石田さんしてやられた感がありますね、はい、大事な親番ですが確かにちょっと行きづらいですね。中野さんもねローピンすだから清水さんが受けてるように見えてるかもしれないよね。うん、もう私しかいないなみたいな。そうよ、そうですね、うん、上がりにはちょっと見えないですもんね、はい、上がりがある感じや。清水さんはまあイーシャンテンかなぐらいに見えてるかもしれない、はい、実際これですからね。まあ、実際イーシャンテンでしたからね。まあそんなに来られたらしょうがないって話ですね清水さんがもういいわもう上がりもないです。これ全員脳天ですか、はい、です4人脳天で流局となりました。下の親番が終わります。これで何2局2本目となります。中野の親番
でも清水さんの選択実はすごい最善になりましたね。ほう、結構ぶっこんでいった感じでしたね。ぶっこんでいったけどだって そもそも上がりまでっていうのはよっぽど相手がポン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 打ってくれないと上がりがないじゃないですか、はい、だってドライ色の本位じゃないから、はい、キーハイはやっぱ役配になっちゃうんで、うんうんうん、で結局全員の動きが止まった。ドラゴン入ったけど誰も進まないで終わってるんで、はい、清水さん的にはそうですね、うん、4人の点でそうですね、親も一曲消化できてるんで、うん、じゃあちょっと清水ペースではありますか。そうですね、もうガッチャガチャにして混ざっちゃうって方が多分ガッチャガチャにして混ざっちゃう、ガッチャガチャにして混ざっちゃうガッチャガチャにして親でね幅引き入れる。リュアが統一、メンツはありません。清水はどうでしょう。ジーマンが縦に、まだメンツがない。石田はマンズで一メンツ、スーソーが縦に来た中の一メンツ。さあこれで三統一。石田パーマンを切ってほぐしていきます。白は手の内に収めました。泉両面に変化、縦に来ています清水です、うん、やはり打牌は早いですね。早いですね。結構スピードって釣られちゃったりもしますよね。ああそうですね、うん、そうそうそう、釣られそうですね、釣られない方がいいんですけどね、うん、自分のペースで、うん、いやもし自分のペースがおかしいと、自分のペースじゃないと思ったら、はい、釣られない方がいいですよね、うん、自分のペースがどっちでもいいっていうのもありますけどね、はい、人もいますけどね。柴田さんあまりそういうのは気にしない方ですか。僕は逆にするタイプ、大体早かったら遅くするし、うんうんうん、遅かったら早くするし、うん、ひねくれてるな、はい、さあここは数問を切ってほぐします。 GP はまだ手の内に残してますね。親番の中のピンズを横で一メンツ作っていきたいということでしょうか。早い人が下茶に座った時は、はい、捨て牌見てるか見ますね。目線は追いますね。それそうするとどういった情報が得られるんですか。なんだろうね、目線追ってますね。なんだろう、ね、まあ泣く泣かないとかもはっきり分かっちゃう時あるし、はいはいはい、この人は泣きたいんだなとか、うんうんうん、明らかにね。たまに自分の手だけ見てて、うん、あのその捨て牌見てない時とか、あ泣きたい牌とかもないし、うん、まだテンパイでもないんだなっていうのは情報はちょっと出ちゃうよね、うんうん、ごく稀にですよ、はい、ごく稀に出ちゃう人は今出る人は結構います、はい、プロでもね、うんうん、最初のカチャカチャ並べてる時とか特にそうですよね。うんそこはあんまりどうデータに入れないんですよね。へーパーマンつもぎり、親番中野、ロマンつもぎり。さあ間もなく終盤、手が進みません。ここでチーピンか、チーピンを切っていくイージャン手の中野です。パースのポンは入れませんでしたね。中のパースをポンすればテンパイでしたが、なんか縦に重なりました。でも残り60だしね、ちょっと感触ないですね、こうなっちゃうとね。うーん、なんのつもぎりです。中野がテンパイが入るかどうか、どうでしょう。まだ何か麻雀ってちょっと武道みたいなところがあって、はい、今例えば泉さん一面しかないけど、はい、
ちょっと場に危ない牌を連打してるじゃないですか、うん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 、ということは気配がないってことで、はい、逆に気配があるときはすごい慎重に打ったりするじゃないですか、はい、だからなんていうのかな、もしかしたら相手の動きとかで読み切っちゃってるのかもしれないところあるじゃないですか、マージャンって。中野さんもそう、中野さんはまあ親だからっていう理由があるんだけど、ね、もうちょっと数ピン切るとき間があったんで、やっぱり雰囲気は出てるんですかね、うん、泉さんから。でもその雰囲気って何なのってうまく言えないじゃないですか。言えないです、ね、その対局感っていうんですか、その座ってないとわからないこともいっぱいありますもんね。雰囲気って何ってたまに思うけどさあ天杯が入りませんでした。相手が泉となります。お、すごいね、天杯お見事、トロ引き入れて出雲の天杯、一人天杯となりました。泉大きい、うん、超大きいんじゃないですか、大きい、超大きい。さあ中野は親が終わります。1回戦は南三局三本場となりました。泉の親番、うん、246の246249か三本場のラス目だから、はい、ね、浮きに回る可能性も十分あるし、まあ4勝でトップまでありますからね、はい、またまた見えますよ、うん、ちょっと手配は微妙、どうだ、うん、ただリーチってこの曲来られちゃうとオーラス本当になんか厳しくなっちゃうから、うん、リーチ来られた時ちょっと難しくない、手と相談になっちゃうから、はい、いい位置をつけすぎちゃった方が、はい、漢字1を引き入れる石田です。ね、いいですね、2メンツ完成しました。中野はメンツはありません。泉これで2メンツ、友が飲みます。目いっぱい行くのか、チュンから打ち出していきました、うん、ゲームは自信で切っています。チュンペーって切られた時に、はい、ドラのトンが統一の可能性どのぐらいあります？え、チュンペーって切った時にドラが統一の可能性、トンがしかもトンでは少ない、少ないですか、うん、じゃあ少ないんですかね、わかんない、わかんない、いや、そういうの考えるじゃない、はい、チュンペーって例えばトンが統一だったらチュン重ねたいからペーチュンになるかとか、そうですね、うん、って思っちゃいます。私はだからじゃあ石田さんがリーチ来た時にトンが打てるのかとか、うん、でも後引きの場合もあるから、うん、ありますよね、とか、でも最初から1枚浮いてたらチュンとか、でもハイパイでペートンチュンってあったら、はい、さすがにトンが浮いてる状態だったらチュンペーってペーチュンになりそうだから、なりそうです、後引きのトントンとで、はい、とかね、うん、だからそういう切り順でもしかしたら隙ができちゃう時もある、麻雀は。もちろんその裏を書くってのもあるんですけどね、はい、こう見えてるだろうからチュンペーの切り順にしてちょっと周りを疑わせようみたいな、だからペーチュンってきてリーチきて、うん、まあトン待ちだったらまあやるなって、うん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 、やるなって偉そうなこと言うのってことありますちょっと読みがずれたな。いやいやいや、トンが本当ギリギリ勝負した、例えば今ギリギリ勝負したのは泉さんじゃない、はい、はい、もちろん で泉さんがピンフのみとか入って、うん、トン勝負したいなってあるじゃないですか、はい、ここでも失点できないし、はい、でもギリギリ行けるかなぐらいだったら行きたくなるじゃない、行きたいです、そこのね、そこは読みだから、うん、ね、捨て牌見るのは簡単なんだけど切り順で読むってのは大事だから、はい、って話だからギリギリ行けるかどうか見計る、うんうんうん、実際トンが置いています。あ、泉さんね、何重なってギリギリ勝負するかどうか、はい、うん、もありますもんね。トンのシャンポンで今回リーチできそうな中野さんとかね、はい、捨て牌的にですか、いや局面的に、ここで何とかにしますか、はい、何です、リーシャンテンが広がります。リャンペイコ、嘘、ペイ、ペイ切った方がちょっと柔らかいですね、はい、ゴロチもあるんで、ペイ切りとしました。目いっぱい、何を切りたい感じか、トンは、トン何枚山なのこれ、トンは3枚山、
重なり合います、ね、ありますよ、うん、これはさすがに米国の違反大きいから3万ですか、3万っぽい、ロースを切ってもいいですけどね、3万つも切り、3万の方が良さそうですよね、これいいシャンテン60%あるから2冠を残します、2冠ですか、泉もいいシャンテン、ゴロチロピン、ロいやリャンペイコ狙いなら嘘、うーん、うだからゴロチかリャンペイコか、これは何ですかね、捨て牌と相談、親がロウソウ打ってるからローピンですか、ロピン先に切ってで転破した時にロウソウ、はい、危険度ですね、 親を中心に考えたのかもしれないですね、はい、ローピンが3枚見えてるからチーピンをね、うんうんうん、あうまくいきましたね、さあ天敗です、闇か単品、闇が良さそうだな、リーチなんだ、ここはリーチです、チーマンでリーチ、なんで闇の方が良さそうですか、チーマン、まあさっきの同じ理由、親が7万食ってるからリーチしたらね、ここで捨て牌があの裏筋になってるから、はい、あこれで、あ闇点でしたね、トンタンキいきました、トンタンキリーチあるよな、うん、だからトンがないって読んだらトンタンキリーチあるんですよね、ないと読んでいるのか、まあ順目がちょっと進みすぎちゃったんで、はい、なんか持ってきたらやめるってことかな、誰泉さんですか、泉さんです、やめはないよ、やめはないじゃあリーチもあるか、リーチもあると思いますよ、やめはね、ね、うん、僕はない、あリーチ打ってれば出上がりが、心の声がね、はい、泉さんみたい思っちゃってますね、うわこの後行きづら、うん、このまあこれでトンがあるんでサブロスを、でも三蔵行きやすいですか、はい、リャンゾーがワンチャンスのカンちゃん、あ振り手に構えましたね、はい、サブロスは振り手自身でローソーを切っています、誰もトン合わせないということはトンが統一なのかなと考えながら、うんうん、実は統一じゃないんだけど石屋さんに統一なのかなってことですか、うん、これでも7万来ても7万止まりますもんね、うーんどっちだろう、2万がノーチャンスなんで、はい、1万切りですか、1万は、あ、2枚切れですね、うん、じゃあ1万これが入って流局です、泉そして石田の2人転敗で流局となりました、スッチーマン対サブロッソ、チャンスにしなかったんですね、うん、相手のリーチをチャンスにしちゃうかどうかだったけど、柴田プロならトンタン機でのリーチに踏み込んでいそうですか、今のですか、はい、今、うん、もう開き直っちゃうんで、うん、追いかけリーチで、あのさっきの一人転敗をいいもの、さっき一人転敗だったでしょ、はいはいはい、あれをいいものにしなきゃいけないから、うん、この曲はあの目つぶってラス覚悟でリーチ追っかける、そしたらトンを多分石田から出上がりとなっていたんですかね、そうすると今日一日の流れができるから、はい、それに従うっていう感じですかね、うんうん、あとは3曲4本場ドラスーマン、負けたらもうこの後はずっと反省会なんで、はい反省会、はい、一人反省会が一人反省会でもこれでね、あのやっぱりトンが出上がりになった時に今日は行ったるぜみたいな、今日行ったるぜって、そうそう、方針ができる、めっちゃいい、はい、あの成功か失敗をしとくとその後の方針ができるんだけど、はいはい、決めやすいです、そうなんですよね、どっちかを選んだ方がいい、だから一回勝負かけちゃうといいんですよね、うん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 、ちょっと無謀かなと思いながらもここは勝負に挑んで、うん、そうですね、うん、だから麻雀はほら運だよっていう人もいるじゃないですか、いますね、でも運が良かったら運がいい打ち方すればいいし、はい、運が悪かったら運が悪い打ち方をすればいいっていうだけの話で、はい、そのわかるかな教えてください、まあ、そういうこと、そういうこと省略されました、はいはい、だからその運がいいか悪いかをちゃんとはっきりさせる、うん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 、何のポン入れました泉、清水が天敗っぽい、天敗ですね、ドラを引き入れての6球ピン、闇天かリーチかってことか、ここは行きたいんでしょうね、リーチに、うんうん、リーチです、うん、リーチピンフドラ高めがタンヤオです、なんかこれ闇天しちゃうと小さくまとめて、はい、行っちゃう自分がやっぱり、はい、だから今日一日まだ長いから、うん、ここで行っちゃうってやつですよ、こういった意味ではやっぱり清水さんは今季打ち切れてるって感じがしますよね、うんうん、かっこいいですね、ち
超かっこいいですよ。超かっこいい。僕闇天にしちゃいますよ。もうこそって、わかんないよ。それは六級ピの端だからってことですか。いや、まあ教託一本と罪は、うんうんうん、親の連チャンを落とすのがまず第一。はい。で自身が今トップ目っていう意味で、うん、闇天にする理由はいっぱいあるじゃないですか。はい。でもリーチは ありなんですよ。はい。これが清水最後親番じゃないですか、はい、親番残ってなくても同じ選択なんですかね。そこには変わり番ないですか、ね、これローピンなかったら次の親番めちゃめちゃ強いじゃないですか。はいはいはい。ただ失敗しちゃうと次の親あのラスト親ちょっと行きづらくなっちゃいますよね。さあ転敗失点して逆らしいカンパーピン。おー行った、ま、行った石田が行った行ったリーチドラ勝負に行きましたよカンパーピン、うん、ちょっとこれは珍しいんじゃないですか。これは珍しいです、ね、まあ勝負に参加しようってことですよね。そうですよ、まあ、今日のあれでしょう。ここで勝てば、うんうん、ブレイク。おおすごい。これは石田もかっこいいとこ見せましたね。リーチドラ2600の4本場です、うん、いや石田だからこそこのリーチはなんかグッときましたね。行きましたね。うん、ちょっと今日は攻めていくぞっていうスタイルが1回戦からちょっと見えましたよ ね、 ね、うん、やっぱりこの注意当たってるんで、はい、大きくしてやろうっていうのがある、うんうんうん、だから石田さんから見たら、はい、負けたら、はい、あなたたちは下を見てなさいって清水さん以外のね、はい、清水さんはどうぞ上を見ててくださいって思うんだけど、はい、そうですね、そこと戦っても別にね、はい、まあ、戦うのはいいんだけど、はい、ポイントは戦える、はい、ポイントは差じゃないから、うん、ドラがいいピンです。オーラスとなっています。1回戦清水の野番中。さあ中野がもうすでに2メンツ完成しました。ここは白から自敗から打ち出していきます。南がドイツの泉。さあオーラス点数状況、現在石田がトップ目です。まだね平たい状況ですから誰でも浮きは目指せますよ、うん、連冠受けができました泉。目いっぱいに構える清水。清水さんもう一度沈んでるもんだと思って攻め切っちゃった方がいいです。700浮きだからもうね、浮いてないようなもんだし、はい、大体沈みますもんね、うん、まあ攻める気な感じですね。そうですね、開き直りやすい展望ですね、はい、カンチャン払っていきます。中野6チッパだ、いいシャンテン。ここはチーソーから先に処理しました。チーソーから先に処理するということはパーピンなどが入った時にってことなんですかね。チーソー切りよりは、まあ、後々パーソー3色は第一線にして、はいはい、後々のパーソーの出上がりも見越してるんじゃないですか。中の1300では気には回りません。まあリーズモか三色か、石田さんがイーシャンテン、どうだペすぐテンパしそうですよね、はい、こちらもどうでしょう。イーシャンテン泉もイーシャンテン、何のポンテンが取れます。なんかすでに1枚切れ。石田さんが一番じゃないですかこれは。来るか、あーでもこれ難しくなっちゃったね。9万つもぎか、1枚切れ、どうし難しい。これ何切るんですか。9万切ります。9万、はい、僕はね、はい、うん、おはけぼの味ですよね、うん、あこれで狙い通りですね。リーチリーチ、はい、パーピンを引き入れて、うん、ウッパソーリーチです。パーソーが高めとなっています。チーソーが効いています。この層も積もれば、うん、トップと、はい、いやまあもちろん出上がる。ウーソーはどうするかな。ウーソー見逃しはあるかないかですね、うん、上がりたい。どうですか。私上がっちゃうんですけど、はい、どうなんですかね。せっかくここまで来た、あでもこれって、あでもリャンピンピン、あイーピンがドラなのか、はい、リャンピン上げ持つ
なんかとりあえずパーソーになっちゃったのかな。あ、なった。パーソーが高めに刺さりました。これは中野の上がりです。リーチ3色一発はつきません。5200の手上がりです。さあこれで1回戦なんとトップから石田、2着に中野、3着泉、4着清水という並びになりました。はい、続きましては2回戦をお届けします。